2023年12月31日、9月4日から逆行していた木星が巡行に戻ります。天体が逆行すると、その天体が示す勝因で見直し、点検、調整が行われます。木星は社会天体であるため、木星が示す拡大、発展、精神性、寛容さなどに社会的に見直しが入っていました。個人でも逆行期間中は進みにくさやラッキー感が感じ取りにくくなる感覚があったかもしれません。ここから木星は巡行に戻り、再び牡牛座での拡大発展のパワーを発揮していきます。改めましてこんにちは、住ゆく代表の住江です。住江のマネージャーです。プロフィールはこちらです。西洋占星術の基礎からホロスコープの読み方まで動画で学べるクラゲでもわかる星読み講座の無料モニターを募集中です。概要欄のリンクからご覧ください。はい、この動画では木星が巡行に戻ると私たちは社会にどのような影響があるのかについて解説していきます。それでは早速今回の木星巡行について解説をお願いします。はい、木星は2023年9月4日から逆行していました。ここから木星は牡牛座5度で巡行に戻り、2024年5月26日に双子座へイングレスするまで牡牛座を運行します。ここから木星は2024年5月26日の双子座へイングレスするまで一気に牡牛座を進みます。進んでいる間には魚座の土星と60度を取り、コツコツと努力をしてきた結果が現れる人もいるでしょう。また牡牛座に天王星も滞在しているため、木星が天王星と重なることにより突然のチャンスが到来するなんて人も出てくるでしょう。このチャンスを逃さないようにしっかりと地に足をつけてコツコツをすべきことをやっていきましょう。このコツコツと努力をしてきた結果が現れるっていう、魚座の土星と60度を取るっていうのは大体いつ頃なんですか？いや、もう60度今取ってるんですよ。ほうほう。それで木星が巡行に戻ったら、それがこう、まあ、2024年一発目からどんどん現れ始めるだろうなと思ってますね。ほうほうほう。で、天王星とコンジャンクションするのが大体春頃、4月頃だったと思うので、そのぐらいになんかラッキーチャンスが訪れる人もいるんじゃないかなと思ってます。じゃあこの巡行に戻ってからが結果が出てくるみたいな感じですかね。そうですね、楽しみですよね。楽しみですね。それではここから今回の木星巡行期間について解説していきます。逆行期間中に見直したことや修正したことを生かして木星の幸運を発展させていきましょう。ポイントは5つです。1つ目は努力が成果となるです。木星牡牛座期間の大きなキーワードは、家宝は寝て待てでした。じっくりとコツコツ取り組むことで豊かさになる配置です。木星が逆行中はやる気が停滞していたと感じる人もいたでしょう。それでも、意固地にならずに焦らずじっくりと進めてきた人、しっかり振り返りと修正ができた人は、ここからその努力を成果へとつなげていく時です。牡牛座は気に入ったものを所有するサインです。欲しい成果を明確にし、その豊かさをしっかりキャッチしていく時です。そういえばこの木星牡牛座期間の動画で言われましたね。急ぎすぎるなって。はい、うん。じっくり行けっていうことをね、言ってきましたけれども、ここからまた5月までじっくりやるっていうのが大事になってきます。二つ目は、夢は具体的にです。木星が巡行に戻り、2024年1月2日に水星、1月27日に天王星が巡行に戻ると、物事がスムーズに進みやすいとされる全天体巡行シーズンが始まります。逆行シーズンは見直し、修正がメインなので、うまく進めないことや、問題や課題がリアルに見えてきたなんて人もいたかもしれません。その逆行中に見えてきた修正箇所や課題を、ここからの巡行シーズンで抱えている問題や課題にも積極的に取り組み、しっかりとクリアしていきましょう。特に木星が入る牡牛座は地のエレメントなので、現実性、具体性、実際的がポイントになります。やりたいことや夢をふわっとしたままにしておくのではなく、自ら実際に取り掛かってみる、具体的にスケジュールを組んでみることが大事です。塵も積もれば山となるというように、小さなことからでもいいので一つ一つ積み重ねていきましょう。三つ目のポイントは、見えない優しさを忘れずにです。逆行期間中の過ごし方でも、見えないものにも感謝するとお伝えしましたが、ここからも見えない優しさに対しての感謝を忘れないことが豊かさのポイントとなります。この世の中はたくさんの声で溢れています。自分自身が何かに取り組もうとした時にも様々な声が聞こえてくるでしょう。そのような時、目の前で攻撃してくる人や言葉に惑わされるのではなく、あなたを信じて支えてくれる人がいることを思い出すことが大事です。これは生活の豊かさにも関わってきます。ご飯を食べることができ、暖かい布団で寝ることができる、スマホで何でも楽しめる。これは当たり前のことではなく、このごく普通の生活は誰かの犠牲の上であること。誰かが今も頑張って働いてくれてるからこそ、自分が心地よく過ごせることを感謝しなければなりません。それを忘れずに、今ある豊かさに気づくことができたら、ここからの木星牡牛座期間の発展や拡大、幸運をしっかりキャッチすることができるでしょう。この前の五座新月の動画でも同じような話しましたね、そういえば。はい、今ある豊かさを大事にしようみたいな話をアフタートークでしたかなと思います。うんうん、どうやったら気づくのみたいな話しましたね。うんうんうん。4つ目のポイントは、長期目線で種まきをしようです。木星は勝手に拡大発展を運んでくるわけではありません。幸運をキャッチするためには種まきが必要なのです。
2023年5月から木星が牡牛座に入った時、自分の資質を生かして種まきをしてきた人、なかなか芽が出ずに腐りかけた人、まだ何も種まきをしていない人、それぞれ違った状況にあるでしょう。小さなどんぐりが大きな木になるまではとても時間がかかります。もしかしたら木星が十二星座を一周するのにかかる12年後にその芽は立派な木になるかもしれません。しかし種まきをしなければ何年経っても芽は生えても来ないのです。短期的な成功や欲を目指すのではなく、長期的な目標や成功をしっかりと目指して種まきをしましょう。ここからの木星牡牛座期間は、自分の資質を生かす種をまくために、新しいことにチャレンジする、他者とのつながりや出会いを大切にするなど意識していくことが鍵となるでしょう。12年後に立派な木になるために育てるってなかなか根気のいる作業ですね。はい、そうですよね、うん、なんかあのサルカニ合戦のカニさんみたいになりそうですよね。芽を出さないとちょん切るぞ。確かにちょん切られないように気をつけましょう、はい、最後のポイントは自分の感覚を信じるです。牡牛座は五感を大切にし、クオリティや心地よさ、安心安全を求めるサインです。逆行期間中には飲食分野での安心や安全性が取り上げられることもありました。食だけではなく芸術面や情報面でも、言葉やいいねの数に踊らされない、その目で見て、舌で味わい、耳で聞き、自分自身でその価値をしっかりと判断することが大事であると教えてくれているのかもしれません。それをするためには自分自身の感覚を信じるしかありません。周りに左右されず、マイペースに自分の感覚を信じて、自分に合った喜びや心地よさを見出すことができた人が、木星の豊かさを得ることができるでしょう。また2024年4月に木星は牡牛座に滞在している天王星とコンジャンクションします。私は棚からぼた餅アスペクトと呼んでいますが、突然のチャンスが訪れるなんて人もいるでしょう。その時、周りに目を向けすぎていたり、自分の感覚を信じられずにいると、そのチャンスを逃してしまうかもしれません。その幸運のチャンスをしっかりとつかめるように、自分の感覚は研ぎ澄ましておきたいですね。はい、ありがとうございます。今回の内容はブログでも書いておりますので、概要欄のリンクからご覧ください。それではお知らせを挟んだアフタートークです。今回は種まきをした後育てるのって難しいよねという話です。西洋占星術の基礎からホロスコープの読み方まで学べるクラゲでもわかる星読み講座の受講者を募集中です。いつでもどこでも見放題の動画講座、受講前は無料モニターでお試し視聴でき、受講後は質問会や勉強会などでアフターフォローもあるので安心です。この動画の説明欄からクラゲでもわかる星読み講座の詳細ページをチェックしてみてください。あなたも星を読めるようになって、この変化が激しい世の中を一緒に乗り切りましょう。ということで、4つ目のポイントで長期目線で種まきをしようというお話があって、はい、もしかしたらその芽が気になるのは12年後かもしれないみたいな、そうですね、お話があったんですけど、はい、まあ確かに種まいた後育てるのって難しいですよね。いや、難しいです。種まいて勝手に育ってくれるってことはほぼないですよね。ないです、ないです。水まきしたりとか、うん、あとは肥料もあげなきゃいけないし、うん、で、なんか雑草が生えてきたりとかして、そのいらない、まあ、雑草は抜いたりとかしないと栄養も行き届かないじゃないですか。まあ、そうですね。なんかそうやってやっぱ手入れって必要なんですよね。うん、で、まあその花とかに例えてもそうなんだけど、それって人生の何かしらのチャレンジに例えても同じじゃないかなとは思うんですよね。同じですね。うん。チャレンジして、そのままチャレンジしっぱなしだと、結局大きな木にはならないと思うんですよ、うん。なんか雑草まみれになっちゃって、結局どれ撒いたんだっけってなるかもしれないし、枯れちゃうかもしれないし、うんうん、チャレンジしたことも、すごいめんどくさいことをし続けないと木にはならないんじゃないかなと思いますね。いや、その通りだと思いますね。うん。ゆうやさんは今年朝顔を育ててたじゃないですか。はいはいはい。あれもなんか結構毎日のように気にかけてというか手をかけてましたよね。うん、うん、そうですね。ちゃんと咲いた花は摘まなきゃいけないっていうのは知らなかったですからね。うん。で、なんか葉っぱを、日当たるように葉っぱ取ったりとか、うんうんうん、なんか虫ね、のこととかしたりとか、うん、で最後に乱れ咲きしてくれて種もできてね。そうですね。それはなんかすごいやっぱ手をかけたからかなとは思うんですけど、うんうん、あれほったらかしにしてたらそうはならなかったかもしれないなって、まあそうですね、思うんですよね。だから結構ほら、みんなチャレンジが大事だよって言うじゃないですか。種まきが大事だよ、うんうんうん、いやもちろんそれないとなんかその先はないんだけど、そのチャレンジした後のことをね、もっとちゃんと考えてやらないといけないんじゃないかなって思うんですよね。そうですね。まあそれは継続力っていう名前に変えることもできるかもしれないけど、でも継続力って言われるとなんか嫌になるよね。まあちょっとうって引いちゃう人もいるかもしれないですよね。うん。うん、よく身近な例で例えるときに、この YouTube の例えってよく使うんですけど、はい。今ご覧いただいているこの YouTube チャンネルの動画もそうですよ。うんうん。頻繁に収録して、動画編集して、アップロードして、はい、で最近だと、
まあ、ちょっとうざいなと思ってる方もいるかもしれないんですけど、うん、あのショート動画も割と多めに上げてね、うん、っていうのはその種をまくっていうのは YouTube のチャンネルを開設することなので、うん、その後育て上げるっていうのは動画を定期的にアップロードするっていうことなので、うん、まあ、そこをやってると。そうですね、うん、ちゃんと成長してくれてますね、ありがたいことに。いや本当皆さんのおかげでね、うん、うちの YouTube も成長しているなっていう感じですけど、うん、もうちょっと大きな気になれっていうね。そうですね、切るぞってハサミ出してくるかな、カニさんみたいな。切らない切らないダメか、切ったらダメですね、うん、いやでも本当にあのね、そのカニさんの話出てきましたけど、サルカニ合戦の、うん、本当になんか早く早くってやっぱ思っちゃうんですよね、うん、もっと早く芽が出てくれないかなとか、うん、もっと早く木になってくれないかなとか、うんうん、成功してくれないかなとか思うんですけど、なんかそれって滅多にないことだなと思うんですよ。なんかまあラッキーな人は急にボンって、まあそうですね、うん、急に行くのはそうかもしれないけど、でもそれってなんか木になったり花に咲いたとしても栄養がちゃんと行き渡ってないから一瞬だったりする可能性もあるし、なんか立派ないつまでも大きく成長してる木ってやっぱ長年かかってる時間がかけてちょっとずつ大きくなっていくものなのかなって思ったりもしてるんですけどね。あの例えば SNS とかで一気に伸びる人っていうのは、うん、土壌がしっかりしてるからかもしれなくて、あ元々 の、そうそうそう、うんうん、その前の土壌作りに時間をかけてるかもしれないんですよね。あ見えないところでね、うんうん、確かにそうかもしれないですね。なのでなんなら種まきの前の土壌作りが大事っていう場合もあるので、そこはなかなか難しいところですよね。どこにどれほど時間をかけるかっていうのは。確かに、うんうん、でも結局は時間かかるんだやっぱりね。まあそうだと思いますよ。土壌作りなのか、うん、種まいた後の時間がかかるのかわからないですけど、うん、やっぱ何かしらみんな時間をかけてやっているっていうことですね、うん、でカニさんのちょん切るぞっていう話あったんですけど、はい、ちょん切る人ってまあいないと思うんですよね。カニさんもちょん切ってないもんね結局。まあまあまあそれはそうですけど、脅してるだけだもんね。いやそうではなくてあそういうことじゃなくてそういうことじゃなくて、うん、結局切らないで放置だと思うんですよ、うん、みんな。あーなるほど。だから切るっていう勇気もない、うん、ちょっと過激なことを言うと、うん、放置してたらでも雑草とまみれてなんかわけわからなくならないかな、うん、なんでそのまま見た目が汚くなって終わるっていう。あー耳が痛い私と同じように言ってる人今いると思いますよ、うんうん、耳が痛いな。まあそれはね特別なことじゃなくて、うん、みんなにあることだと思うので。そうですね。だからそれをどう決断してどう脱却していくかっていうのが大事になってくるかもしれないですね、うん、なんかちょっと今思い出したんですけど、カニさんってなんかちょん切らずにそういえば立派な柿の木にしてましたよね。なんか声もいっぱい毎日かけながら、うんうん、そうやってなんかこう芽が大きくなるのを時間かけて見てたんだなって今思って、なんかサルカニ合戦深いなって今思いました高評価コメントいつもありがとうございます。2024年もよろしくお願いします。お願いします。